過剰摂取はここから始まった。午前10時の CD 販売開始からファン大パニック。2024年9月23日、平野ん丸優た神宮寺優たが YouTube ライブで語った本音とは、2024年9月23日、月曜日は、多くのファンにとって忘れられない一日となりました。史上最高の過剰摂取日と称されたこの日は、 エンターテインメント業界でも特に盛り上がりを見せ、ファンたちの期待感と興奮は一日中高まり続けました。この日にリリースされた、ナンバーアンダーライン1は、多くの人にとって待望の作品であり、特に平野翔、ガンユータ、ジングージユータのファンにとっては特別な意味を持つものでした。この新しいシングルの解禁を祝い、 全国で様々なイベントやキャンペーンが行われ、ファンたちはその一瞬一瞬を共有し、楽しむことができました。まず、この日のスケジュールは非常に充実していました。午前10時には、宮城、福井、兵庫で一般発売が開始され、多くのファンがこの瞬間を待ち望んでいました。CD や DVD が届くのを心待ちにしながら、 SNS 上では、どこで買ったもう手に入れたといったコメントが飛び交い、期待がさらに高まりました。また、ファンたちはただ待つだけでなく、彼らの応援するアーティストたちの過去の映像を見たり、コンサートの思い出を語り合ったりしながら、一緒にその時間を過ごしていました。エンターテインメント業界において、 こうした瞬間はファンとアーティストとの絆をより強く感じさせるものです。午後になると、さらに熱気が増していきました。16時から18時まで行われたステージイベントでは、ファンたちが直接アーティストとつながる機会があり、その瞬間はまさに夢のような体験でした。ファンたちは、彼らの声援や思いがアーティストに届いていることを強く感じ、 共に歩んでいるという実感を得ました。これこそが、アーティストとファンの間に築かれた特別な関係性の証です。そして、18時30分から始まった CDTV の放送では、彼らのパフォーマンスが全国に届けられ、視聴者はその圧倒的なエネルギーとカリスマ性に再び魅了されました。このパフォーマンスは、 彼らがいかにしててここまでのの成功を収めてきたのかそのの理由を再確認させるものでした。しかし、かこの日を特別なものにしたのは単なるリリースやイベントだけではありません YouTube ライブや InstagramTikTok ラ,ライブといった SNS プラットフォームを通じてファンたちはリアルタイムでアーティストたちとコミュニケーションをとることができました 21時から21時30分までの YouTube ライブでは、彼らがファンに向けたメッセージを直接届け、その親しみやすさや誠実さが強く印象に残りました。SNS のライブ配信という形は、アーティストとファンの距離をより近づけ、ファン一人一人がその場で参加しているかのような体験を提供します。このような直接的なコミュニケーションは、 従来のテレビやラジオでは得られなかった新しい形のつながりを生み出し、アーティストの魅力をさらに引き立てています。また、21時35分から21時55分までのインスタグラムや TikTok ライブでも、彼らはファンとリアルタイムで対話を続け、さらに深い絆を築いていきました。SNS を通じて、ファンはまるで彼らの日常に溶け込んだかのように感じ、 その一体感は日常生活の一部となっています。このようなデジタルプラットフォームの利用は、特に若い世代のファンにとって大きな魅力となっており、アーティストが彼らの生活の中にどれだけ自然に入り込んでいるかを示しています。22時から24時までのラジオ番組、JWAVE では、さらに深い話が展開されました。この時間帯は、 アーティストがよりリラックスした状態で自分の考えや感情を語り、ファンに向けて本音を伝える貴重な機会となりました。彼らが音楽やパフォーマンスに対する熱意、そしてファンへの感謝の気持ちを語る姿勢は、多くの人々に感動を与え、彼らの人間性をより深く知ることができた瞬間でもありました。これらのイベントやメディア出演を通じて、 ファンは彼らの多面的な魅力に触れ、ますますその虜になっていくのです。さらに、この日の出来事を通じて浮かび上がるのは、デジタルとリアルの境界がますます曖昧になっている現代のエンターテインメントの姿です。従来の CD や DVD といった物理的なアイテムが、未だに多くのファンにとって重要であり続けている一方で、 SNS やライブ配信を通じたデジタル体験が、より個人的で親密なつながりを提供しているという現実があります。このように、デジタルとフィジカルが共存する形で進化しているエンターテインメント業界は、ファンのニーズに合わせて柔軟に変化しているといえます。例えば、YouTube や Instagram でのライブ配信は、 世界中のファンが場所や時間に縛られずに参加できるという利点を持っています。一方で、実際にアーティストが登場するリアルイベントでは、その場でしか感じられない緊張感や感動があり、これもまたファンにとってかけがえのない体験です。このように、デジタルとリアルの融合は、エンターテインメント業界において今後も重要なテーマとなっていくでしょう。また、 今回のナンンバーーアダライン1のリリースを通じて感じられるのはファンとアーティストの関係がますます双方向的なものになっているという点ですかつては一方的にアーティストが作品をリリースしファンがそれを受け取るという形が主流でしたしかし現在ではファンが SNS を通じて自分の感想や意見を発信しそれがアーティストに届き さらには次の作品や活動に影響を与えるという循環が生まれています。このようなファンとアーティストの関係性の進化は、今後のエンターテインメント業界においてますます重要な役割を果たしていくでしょう。最後に、この史上最高の過剰摂取日は、ただのイベントやリリースの日以上の意味を持つものでした。これは、ファンがアーティストと一体となり、 そのの成成長や成功を共に喜び支え合う一日だったのですエンターテインメント業界がデジタル化しますますグローバル化する中でこのようなファンとアーティストの絆がますます強まっていくことは間違いありませんそしてこうした瞬間がファンにとってどれほど大切であり人生において特別な意味を持つのかを改めて感じることができた日でもありました この日が過ぎても、彼らの音楽やパフォーマンスは、ファンの心の中に生き続けます。そして、次の新たな一歩を踏み出すとき、また新たな過剰摂取日が訪れることでしょう。それまでの間、ファンたちは彼らの音楽を聴きながら、その日を楽しみに待ち続けることでしょう。